優勝馬のリスグラ州第60回宝塚記念は2019年6月23日に阪神競馬場で施行された競馬の競争である。リスグラ州が優勝した。5月18日から6月2日までファン投票が行われ、5月23日に第1回中間発表、5月30日に第2回中間発表、6月6日に最終発表が行われた。 最終の有効投票総数は110万9296票だった。以下の票において出走馬は灰色の枠で表示する。前走の大阪杯2着、昨年のジャパンカップでも世界レコードの2着に入るなど直近では安定した成績を残す2017年、菊花賞は奇跡と昨年の天皇賞を制したが、 前走ドバイシーマクラシックでは6着と振るわなかった2017年のダービーバレーデオロがレース発走まで熾烈な一番人気争いを続けた。前日までのオッズはレーデオロが一番人気だったものの当日になると両馬の人気の入れ替わりが激しくなった。最終的には奇跡が人気を集め奇跡が3.6倍で一番人気レーデオロが3.9倍で二番人気に落ち着く。 続く3番人気には、前走クイーンエリザベス2世カップで3着に、検討した、昨年のエリザベス女王杯カチューマリスグラ州。カチュクラは、未勝利戦のみだが、昨年のッカ賞2着、GII でも2着3回と前線が続く、最強の一勝馬エタリオーが4番人気。前走今年の大阪杯を制した2017年の、サツキ勝馬アルアインが5番人気。6番人気に、 前走ドバイシーマクラシックで3着に入った、昨年の大阪杯覇者スワーブリチャードが入り、ここまでが単勝オッズ1桁台の支持を得た。続く7番人気の2016年ダービー馬カ引きも11.4倍と1桁に迫る勢いで、この7頭が特に人気を集めたと言える。相当数は12頭とフルゲートには満たなかったが、 ダービー馬2頭とダービーを除くクラシック競争カチューマ2頭を含む GI カチューマ6頭、重傷カチューマ9頭が集結した。レース当日は曇りながらも馬場状態は量でグランプリを迎えた。負担重量は4歳以上ボバ、1000キ 57kg、4歳以上ヒンバ及び3歳、ボバ 55kg ほぼ全ての馬が揃ったスタートを。 見せると、特にースタートを見せたスティフフェリオが先頭を伺い、アルアインも花を主張する雰囲気を見せる。一番人気の奇跡はそれらに遅れる形となるが、暗上の川田正宮美が強く押していき、結局奇跡が花を主張し引っ張る形となる。スティフフェリオが控え、二番手に、大外から予想外の積極作に出たリスグラシュー、そしてアルアインが位置するようになった。 中段付近にレーデオロ、クリンチャー、最後尾には、マカヒキという形で1コーナーに突入。この体勢のまま1000メートルを60秒ちょうどで通過すると後方が追い出しを開始、スワーブリチャードが3番手に上がって、第3コーナーを通過し、残り600メートルを通過したところで、後位につけていたレーデオロラの各馬が追い込みを開始し、最後の直線に向かった。逃げる奇跡を、 リスグラ州が残り200メートル付近でかわし、リスグラ州が奇跡との差を3場審査に広げて、先頭で一着入戦を果たした。タイムは2分10秒8。ヒンバーの宝塚記念制覇は、マリアライト以来史上4投目。安状のダミアンレーンは、今回の JRA 短期騎手免許期間中最後のレースで、ノームコア以来の JRA での GI2 勝目を果たした。 三着は、後位から抜け出すも、戦闘との差を縮めることができなかったスワーブリチャードが、入り、GI 連勝を目指したアルアインが四着、二番人気の、レーデオロは五着に終わった。その他の人気場は、エタリオーと、マカヒキが直線で伸びをかき、それぞれ九着、十一着に敗れた。宝塚記念ファン投票第一回中間発表。気になる一位は、JRA。 jra.jb 2019年8月25日閲覧。宝塚記念館投票第2回中間発表。順位に変動は ?jra.jb r a j, RA. j, RA. j 2019年8月25日閲覧。ab 宝塚記念館投票最終結果発表。jra.jra.jb 2019年8月25日閲覧。 abc 宝塚記念レース結果2019年6月23日阪神11 r レース情報 -netkeiba.com レース .netkeiba.com 2019年8月25日閲覧宝塚記念2019リスグラシュ &D レーン鑑賞史上4頭目のヒン馬 V netkeiba.com 競馬まとめ、ニュース、予想、コース解説、分析、歴代優勝場、結果速報、出走予定場、注目場、騎手など、競馬の話題最新情報。netkeiba.com2019 年8月27日閲覧。第60回宝塚記念レース結果解雇、払い戻し G1 特集競馬予想。 競馬情報なら jravan, jra-van.jp2019 年8月25日閲覧2019年宝塚記念 jra w w w j r a g o j p 2 0 1 9年8月25日閲覧ありがとうございます